はい、レオンチャンネルです。仮面ライダーレジェンド、さあゴージャスタイムだ。でめっちゃ面白かったね。いやこれいいわ、さすが内田さん、脚本レジェンドの使い方を慣れてらっしゃる。 TTFC で大コメもあるんだ。今日日朝の放送が地上波お休みですから、ガッチャードの新エピソード内容って思われるかもしれませんが、ガッチャード VS レジェンドが YouTube でタダで誰でも見られるようになってて、前編後編ですよね。なので前編が配信されました。午前9時からだったので、マジでガッチャード見てる感じすごかったですよね。さすがおもちゃが一般発売する仮面ライダーってことで、めっちゃゴージャスに目立ってましたね。さすがマイロード、ディケードやジオーとは格が違いますって言われてましたから、問題発言ですよ。でもやっぱり能力としてはディケードとディエンドの合体ライダーって感じで、自分自体もゴージャス変身するし、レジェンドライダーにさらに重武器を使って1号2号ライダー関係なくゴージャス召喚もできて、しかも同時に4人召喚してましたから、相当これ強いよね。オーマジオーとか21ディケイドまではいかないと思うけど、普通のディケイド以上の能力は持ってんじゃないかな。ここにキャラクター説明も載っておりますが、我が名は鳳凰かぐや九王、土様にはゴージャスが足りない、宝太郎は平行世界に突如転移し、謎の男、そう異世界召喚されてましたね。謎の男鳳凰かぐや九王と出会います。オーロラカーテンシステムを使って宝太郎を呼び寄せた彼の目的とは、自らのことをかぐや様と自称し、そう俺とか私じゃなくってかぐや様っていう風に自分のこと言うんですよね。ゴージャスな衣装を身にまとい、自らの名を冠した鳳凰タワーの最上階に暮らすゴージャスな男、カジキそっくりな羊のバトラーを従え、悪の組織ハンドレッドの魔の手から世界を守る仮面ライダーレジェンドへと変身します。とある通りすがりの仮面ライダーを放出させる変身ベルト、レジェンドライバーを手に、さまざまな仮面ライダーのライドキミカードを使い分ける仮面ライダーレジェンドのゴージャスな戦い方にご注目ください。ジオーディケイドの名前が出てくるってことは、かぐや様的にもその辺の衣装を要はライダーに意識してるってことですよね。はい、こんな風に4人召喚したりとか、あとは謎のハンドレッドっていう世界を我が物としようとしてるストリウスに見えるけど、ボスっていう新キャラクター、しかもねバールクスのライドボッチ持ってて変身するっぽいんだよね。あとはゴージャス強制変身させられたエクシードマイティなんかも登場しましたし、ただ体に馴染んでなかったのか変身直後に強制変身解除しちゃっておりましたが、誰でも見れるエピソードなのでご覧くださいって感じなんだけど、まあ、今回電王に変身したんだけど、ゴージャス変身でベルトはそのまんま残るだろうと思ってたんだけど、レジェンドはゴージャスな衣装があるんだけど、それがレジェンド変身後も反映されるっていう、ここ面白いね。動きもレジェンドライダーのそれをトレースしつつ全体的に優雅になってて、かぐや様要素強めっていうのも非常に良かったと思います。そして兵士たちがカッシーンだったし、カッシーンの指揮官は角生えてましたね。これキャストめちゃくちゃ良かったですね。キャラクターの説得力が 300% 増しみたいな、この髪の色とかもさ、少しディケイドの井上さんっぽくもあり、俺様キャラクターの司っぽさも良かったと思います。で来週が似合わないゴージャスな衣装を着せられる宝太郎だったりとか、ルーキーライダーの宝太郎をよりゴージャスにするために異世界召喚したんだけど、ガッチャードライバー自体を手に入れるみたいな目的もあるっぽいので、その辺が次の回でわかると思います。でこの羊のバトラーね、断るごとにマイロードでレジェンドを解説したりとか、レジェンドが召喚したライダーを解説したりとか、ちょっとウォズっぽさがあるキャラクター性がいい。長ゼリフシーンなんかもめっちゃ良かった。あとはみんなカイザーゴゴゴゴージャース、響きゴゴゴゴージャースで、キバーゴゴゴゴージャース、これ全部音鳴るんだろうな、ベルトから早く遊びたい。エクシードマイティはクーガのマインドとファイズのスマートさを兼ね備えたゴージャスな仮面ライダーってことで、強かったんだけど戦いが終わった瞬間にバリバリバリ、まあゴージャスじゃないから宝太郎時代がバリバリバリとか言ってカードが射出されて変身解除されて、さらにドライバーもかぐや様に回収されてしまったと。それがエピソード1でしたが、今一度世界観がねまた面白かったので解説すると、まずもう崩壊してる世界なんですよ。ハンドレッドに壊された世界で、それがレジェンドによってレジェンドタワー周りがまあまあ復興してるのかな。で街の中心に巨大な鳳凰タワーっていうのがあって、その鳳凰タワーの屋上に住んでるのがゴージャスなかぐや様ね。でその鳳凰タワーには黄金の光がねずっと
空に向かって流れてるんだけど、タワーの中に超巨大なディケイドライバーもあって、それがおそらく平行世界をリアルタイムに監視できるシステムなのかなっていう、それによって新たな仮面ライダーが生まれたことを感知してホータローを異世界召喚したと。ホータローはかぐや様の命によって召喚されたんだけど、この世界の解説が始まって、この平行世界はオーロラカーテンシステムにより人々は平行世界に行き来しつつ豊かに暮らしてて、なんだけどそこに別世界の謎の組織ハンドレッドが侵入してきて一気に崩壊してしまったと。でみんなが絶望してた時に空から光が差し込んで、かぐや様がレジェンドライバーと共に降臨したと。なのでそもそもかぐや様自体が別世界の人間なんですよね。でそっから鳳凰タワーを作り、世界に輝きを取り戻し、もっと輝かせゴージャスにするのが目的と。まあ、本当かどうか分かりませんけど。でそこからハンドレッドに対抗するために平行世界に存在する仮面ライダーの力を移し取ったものがレジェンドライドケミートレカなんだけど、どの世界のライダーも実にゴージャスだった。そのゴージャスさゆえに手中に収めることにしたっていう風にかぐや様が言ってましたから、もしかして平行世界のライダーの力を強制的に回収してる、奪い取ってるんじゃないかなっていう口ぶりに思えましたけどね。で仮面ライダーになったばかりのルーキーのホータローにはゴージャスさが足りないので、ゴージャスを叩き込むために召喚したってわけね。そして今回ホータローに自分のゴージャスな戦い方を見せつつ、ホータローにもゴージャス変身をさせ、バトラーを使ってハンドレッドたちを撃退しつつガッチャードライバーを回収したところで今週は終了と。でそれを見るストリウスじゃないボスっていうハンドレッドの大ボスが鳳凰タワーを見つめて、全ての世界はハンドレッドがいただく、その手にはバールクスのライドウォッチがでしたね。なので話としてはシンプルで、異世界のいざこざに、要はレジェンドライダーの力を使う仮面ライダーレジェンドと謎の組織ハンドレッドのバトルにホータローが巻き込まれたような形で、ただかぐや様の口ぶりからすると平行世界を渡り歩いて仮面ライダーの力を強制的に奪い取ってるんじゃないか疑惑もあるので、その辺が語られるのか後半でわかるのか分かりませんけど、含みのある内容は非常に良かったと思います。いや面白かったね。ちなみに前編というかエピソード1が11月5日で、次が11月26ですね。前編後編とは書いてないので、もしかしたらそのまま続くのかもしれませんけど、一応おもちゃ的には一般発売で12月2日にレジェンドライバーとレジェンドライドマグナム、こちらが発売しますので、お正月商戦クリスマス商戦ですよね。なのでクリスマスとかにちびっこがレジェンドライバー欲しいみたいな、そういう世界になるわけですよ。あとは今回のエピソードでレジェンドライドケミートレカーの価値が非常に上がって、集めてる僕としても嬉しいなっていうライダー新情報でしたが、それとコンコンキーツネーの白神吹雪がまさかのギーツケミーの声やるってめちゃくちゃいいじゃん。これはご本人も大満足でしょう。いや確かにケミーっぽい声かも。なんか VTuber がやるんじゃないか説もともと言われてましたよね。え、情報漏れてた？ギーツケミーなんか V がやるらしいっすよみたいなコメントをちょいちょい見てて、え、やるとしても誰がやるんだろうと思ったら、納得感しかねえわみたいな。ギーツの時も反応してたよね、同じ狐的な存在として。納得感あるわ。これはオファーした人ナイスっすね。え、声絶対合うでしょって感じで、仮面ライダーレジェンド誰でも無料で見られるようになってますから、一応 YouTube のリンクは貼っておきますけど、今すぐ見ましょう。以上、レオンチャンネルの仮面ライダーガッチャード VS レジェンドの感想動画でした。はい、レオンチャンネルです。僕の E プリプロバイドがすごく簡単に買える方法があるらしいのでやっていきましょう。まずは、はい、ローソン編ね。コンビニ E プリントにプリンターに行ってで E プリント選ぶで、コンテンツ番号じゃなくってこっちのブロマイドを選ぶんだって。ブロマイドを選んだらアートイラストを選ぶとレオンチャンネルっていうバナーがありますので、これをタップすると一覧で番号を入れることなく一覧で選択して選ぶことができます。まとめ買いも OK で、ちなみにローソンとファミマに関してはマックス6枚まで同時購入可能で、はい、6枚一気に買いました。セブンの場合は多分無制限で買えるっぽかった。でセブン編、プリント押す、コンテンツプリント押す、 E プリント押してブロマイド押すと、アートイラスト変わらず押して、そうすると、はい、レオンチャンネルのバナーがありますから、ここで枚数を選択すれば買いまくっちゃうと3000円とかいっちゃうので気をつけてねと。でファミリーマート、ローソンも基本買わないですね。右下押してから E プリントで、コンテンツ番号ではなくブロマイド、これが前説明したものと違いますね。でアートイラスト押す、そうすると一覧が出てきますので、バナーをタップして一覧から選んでください。ぜひよろしくお願いします。